して。じゃあこれから任務に行きます。さてクエストはレベルが何ですか。これは 1,2,3,4,5,6,7 個星がついたレベル7の溶岩の方に行くための対策をしてきたので、火に強い装備を使ってからこれかな。じゃあ行ってみよう。それ両霊探しの青き空の王者、このクエストをアクセプトしました。アクセプトって何？受け入れるっていうことや。あ、そうですか。クエストアクセプティ。さーて、美味しい料理を食べてスタミナも全部アップして、じゃあクエストに行きましょう。昨日あの鋼鉄のクシャルダーラをクリアしましたよ。ストーリーの一個進めたのよ。それは良かった。早く進んでください。今ちょっと準備中です。待ってください。遅いなぁ。行きますよ。はい、始まりました。それは青い空の王者。さて、どんな怪獣、まあ恐竜が今日は出てくるか。モンスターですよ。モンスターがまあ恐竜のようなものに見えますが、私の目には、おっと石があった、早く掘らないと。青い宝石、はあ、さあ掘ってる掘ってる。だいたい3つぐらい出てくるんですよね、これ。ブルーマリン、トゥルーマリン、トゥルーマリン。多分このハテナハテナハテナをね、おっとっと、恐竜の爪の跡、まあモンスターというか恐竜というか、モンスターですよ。モンスターやな、はい、あ、足跡を持った。手がかりに掴んで、さて青い宝石に来ました。おまた何か取っている。ブルーマリン、ブルーマリン、今度はブルーマリン2つに、もう一個はトゥルーマリン。この緑のこのキラキラしている光の方向に行けば、まあ恐竜がいるというようなことですね。あら、いた、いました。あ、来ました。決まり来たわ。さて、なんていう恐竜ですかね、これは。アシです。リオレウスアッシュ、なんと難しい名前。もうちょっとモスラとかね、簡単な名前があるだろうにっていう感じではありますが、覚えれないので、まあモンスターと呼ぶことにしましょうかね。なんちゃったかな、もう一度。リオレウスアッシュですよ。どこに出てる。リオレウスアッシュ、リオレウスね、リオレウスアッシュ。アッシュは覚えやすいよ。はいって言うんだった。おっと、閃光がやってきた。早く。おっと、これがオレンジの数字だと結構罰が効いているっていうことで、モンスターはうるさいので、この恐竜の叫び声が聞こえたら、人間がちょっと、こう、固まってしまうというようなね、ことがよく起こりますが、おっと。怪獣同士の縄張り争い、巻き込まれないようにおおよその場合は逃げておく。よし、足をこう攻撃し続けると結構あの怪獣が転がってくれることがあるんですね。その時がチャンス。あと尻尾がちぎれるあの恐竜かモンスターもいます。あ、ほら、このように転がりました。今がチャンス。もっと早くしないと。今自然化してくる。巻き返して。自分だね。ん？何ですかそれ。
動きが速くなってすぐ強化されるわけです、身体の人間の。そう赤だからちょっと違うでしょ。違わないじゃないですか。ちょっと違うじゃまあ、とにかくオレンジが多いというのがいいことですね。なんか緑が今日は出てるけど、なんだろう、あの緑は粒みたいな。あれはね、なんかキャラクターがいる。まあ、とにかくあれと見てる。あ、ちょっと向こうが消防化したからか、白が多くなってしまったよ。おっと今がチャンス、転がった。おっと120が出た。120が多分最高値なんだと思う。ダメージが120が出たらボーって感じですね。大体の場合1桁か、もう1桁2桁2桁にいってるボーですね。あっと危ない、早く逃げないと。立ち上がった。あ、よだれが出たら弱った証拠。まあこの場合は火を吹いてるから弱った証拠か。これってことで勢いしてきますか。あ、そうですか。あの左下の左ちょっと変えてた。そうね、左下の地図にドクロマークが出た時にはもう今にも死にそう。おおよその場合は、あ、見てほら、おおよその場合は、あ、このライブを受けてあるでしょ。そうね、おおよその場合には、左下の地図にドクロマークが出た際には自分の寝床に帰るという習性があります。さて、まだまだ元気が良いから体力をまず回復か。うん、逃げている。うんと、おっと回復強くさ、あー毒も受けてしまった。早く解毒しないと体力が早く落ちてしまう。うん、まあとにかく早く体力を回復。あの植物を取りに行かないと。あら、いつもは、そう、これ何だったっけ、あの蜜みたいなやつ。回復を蜜蜂。蜜蜂ね、蜜みたいなもので回復するという。危ない。はい、回復のこれも強さを取って、なんとか、まあ毒は自然に回復するんですよね、解毒。これは違う怪獣が来ているようです。なんで、そういえば最近はあのミワというのは、あの協力者ですよね、味方協力ね。そうそう、早く回復しないともう半分しかないから、あの強いのがいるじゃない。もっと距離を離してやらないと危ないわ。ほら、あれが転がってくるじゃないもう一つの回復してないが。回復しない、あ、どっか行った。うん、ほらね、違うやつが来るから。あの強いやつじゃない、だから距離を保たないとって言ったじゃない。遅い、もっと離れて、もっと離れて、で回復して、早く回復がナンバーワンのプライオリティ。ほーれ来た。もうすぐなくなるよ。もう一個ほら、あれば関係ない怪獣なんだから放っておけばいいのよ。なんていう感じ、怪獣だったか。アッシュでしょ。なんとかアッシュでしょ。なんとかアッシュ、あ、なんとかアッシュいるよ。早く早く回復しとかないと。回復が先よ。回復、あ、回復したね。これね、クーラードリンクですね。うん、熱中症対策ね。熱中症ってこれ溶岩地帯やから溶岩地帯やから。だってクールドリンクって言ったじゃない。体力が減るからね。だからまあコンセプトとしてはそんな感じ。熱中症でまあその通り。まあとにかく早くしないと。まだよだれも出てない。あっ倒れた。今がチャンス。
でも白が多い。なかなか当たりが悪いらしい。で、立ってしまった。尻尾がついに切れた。尻尾の中にも宝が眠っているので後で帰るにして、今は戦いに集中。おっと、カモやってきた。私たちと解説を邪魔しに蚊がやってきた。おっと、この怪獣は比較的優しい怪獣っていう。いや、驚かないやつすごいですよ。何、昨日の方がもっと大変じゃない。早く集中しないと。それより、回復の蜜虫をもらって。回復した。あ、でも解毒、あ、解毒しないと。早く、油断禁物。なんだか強化された。怒りをあらわにしているって感じ。今は向こうが攻撃のを必死にしている状態。最後のガキ、ま、うん、早く距離を保って。これはダメよ。本当にあれ強いやつじゃない。距離を保って何してんの。強いからさ、早くミツムシもらわないと。あの子ダメよ。ミツムシ、ミツムシもらえないの。死ぬじゃない。死ぬってる。あー、でも早く回復して。距離を保って、距離を保って回復して攻撃する前に。あの人たち強いから、半分になってるから。早く距離を保って、もっと離れて、もっと離れて。そうしないと。早く走って走って、距離が近すぎる。なんて、あ、あ、逃げたよ。危ない危ない。いらない、いらない攻撃を受けないように。でも寝とるよ。うん、いらない、いらない攻撃を受けないように。寝床に帰っとんよ。早く追いかけないと。どこだ。緑を追いかけて。緑出てないじゃない。いつもならキラキラしてる緑。まあ不幸中の幸いで、あの怪獣がだいぶ攻撃を仕掛けてたからね。150とかのダメージを当ててたの見ちゃった。あ、見てた。うん、あ、そう。うん、あ、来るよ。そんなヘマしおったら。一発でやられるんだから。右右右右右右右になっとるよ。もっと右、もっと右よ。違う、左に走ってるじゃない。違う方向に行っちゃってるわよ。でも無なんです。ツルもようちぎれんもな、こんなに細いのに。はいはい、右右走って。あ、石石石石があるわ。左に掘らないと。あ、そう、もうすぐやっちゃいますよ。あの裏ガキ登ってきたし。え、いつ、え、びっくり。どうやって登ってきたか。そんな人間で登れるんだから、モンスターで登れないわけがないじゃない。はい、倒してもらいましょう、一緒に。とにかく尻尾の宝を取れんかったのが残念だったな。あ、ほんまやね。しょうがないな。一緒に叩かれておったら海だった。三つどもえだな。ちょっと離れて様子を見よう。倒すわ、あの怪獣が。よだれだらけだから、あのアッシュが。はい、離れたままにしといて。なんでそんなところにわざわざ出ていくのよ。怪獣に倒してもらえばいいじゃない。ほら、危ない危ない危ない。
力も上がったんだろうな。あ、自信なんかちょっと揺れてる気がする。仕事毒を吐いた。まともに受けてもらった。まともに受けてもらった。はい、半分。油断禁物。はい、あの水もらってもらって、水を。もう一個あったでしょ、水。水あったよ、もう一個向こうに。走り回って先行だ。スリンダー先行だわ。やっぱり何ですか、それ。あの空中やつはね、うん、よし、メインターゲットか。浮いてるやつをね、ひるませるというかね、空に飛んでるのをちょっと落とすんですよ。うん、技ね。はい、3つの宝物を取ってください。尻尾の宝物は逃してしまったから。何？下流の攻撃。それは希少らしいよ。希少っていうことは何パーセント取れるの？分からん、 10% くらいなんかな。よかったね、よかったね。はい、石掘って。またイビル城来た。石なんで掘らないの？いや、エビル城がいる。また来ましたよ、こいつ。別に戦うわけじゃないんだからいいじゃない、早く。そうやけど、石なんで掘らないの？いや、あのね、尻尾あるかな思って。ないない、もう下の方だったじゃない。忘れちゃったの？ほら、時間制限がなくなってクエストはクリアだけど、あの尻尾は下の方にあったじゃない、あの溶岩の方よ。もう忘れちゃった？よし、15分でクリア。次、はい、次どこ行きますか？オッケー。どんどんコインと調査、報奨金と調査ポイントが溜まって研究レベルもアップ。じゃあ次はどこ行く？同じレベル7でいいじゃない？ね。